とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。ようやくですね、アポカリプスプラスの一番レベルが高いとこ、プラス20だね、のクエストが、だいたいクリアできるようになってきました。で、このね、恐怖チャレンジとデイリーがね、まだ辛いのよ。辛い。なぜかって、もうほぼほぼの敵がエンチャントのやつなので、勝てないんですよね、なかなか。まあ、とりあえず今日は、ここ、イベントの剣を入手するように頑張ってみようと思います。ここはなんだ?遠隔モブが雲に置き換わる。あ、これはやりやすいんじゃないの?弓撃ってくるやつが雲になるっていうことで、いい感じですね。で、プレイヤーはトゲ。あんまり意味ないな。で、マルチショットか。きついかもしんないね。まあ、行ってみましょう。では、今日行く装備ですけども、これで行こうかな。締め具にバトルローブ。まあ、ここはね、盾持ってるやつがいるから、一応弓も必要かな。で、あと、ブーツ、マント、キノコ。まあ、いつも通りの組み合わせですね。どんな感じだろう。エンチャント系がいなければね、多分大丈夫なんですけどね。お、いた。あっ、はっ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 は。瞬殺?嘘?え、俺瞬殺されるのこれ。あ、ちょっと待って。お前や、原因は。来た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 。もうちょっと、え、倒せるこれ。あ、いや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 、 HP が尋常じゃない。尋常じゃないよ。これ、瞬間的に5万ぐらいダメージ与えるんだけども、全然。え、何?敵の HP? え、何十万ってあるよね?間違いなく。で、さらに、これ敵が生き返ってくるのよ。うん、蘇りがあるから、きつっ!ちょっと待って。きつすぎるぞ。これはちょっとほんとね、考えながら戦わないと、死ぬね。これは死ぬわ。まあ、こういう感じで、ちょっと遠目から、衝撃波を打っていくとか、そういう感じを取っていかないと。あ、これダメだ、近づいたら無理だわ。これね、分かった。まともに戦っちゃダメだわ。まともに戦わずに、ある程度逃げていくっていうのが重要だね。うん、ある程度逃げて。おーっと、どこだ、場所が、あ、近い。で、それで敵の数を減らしつつ進んでいくっていうのが重要だね。うん、これまともには戦えない。まずもって無理。おーっと、来た、こっちか。よし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 、これか、これか。ちょっと待って。 OK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 。基本このね、衝撃波で。で、生き返ってくるのがな、ほんときついんですよね。ここ行ける？まあ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 、行こう。下はね、ちょっと、湧いてくるから、無視して、とりあえず上だけをまず、ちょっと、おし!おし!オッケー。ちょっと待て!マルチショットついてる。マルチついてる、マルチついてる。ここもエンチャのやつがガシガシ出てくるね。ここやば。よし、オッケーオッケーオッケー。いい感じで。いい感じで。わあ、マルチショット打つな。もう。ここは衝撃波はまあまあ役立つわ。ちょっと待って、待って、待って、待って。何このカオス状態。これか
ちょ、エンチャンターがさ、これだとちょっと無理ですわ。これは無理だわ。ここちょっと普通じゃ無理だわ。これどう？愛のメダル。でも、エンチャントの敵には効かないんだよな。むしろ花火でガシガシ行ったがいい。どう？一回愛のメダル行ってみようか。愛のメダルを二つ付けでやってみようか。まあ、エンチャントの敵も出るけども、ノーマルのやつもいると思うので、ちょっとこれ試してみよう。うん。愛のメダル作戦、やってみます。おっしゃ、オッケーオッケーオッケー。おいおい、これ、ちょっと待て。オッケー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 、いいよいいよ、いいよいいよ。おいってなんだこれ。いやいや、もうほぼほぼエンチャの敵じゃないですか。ほぼほぼエンチャ敵じゃないですか。いや、待て待て待て、強い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 、もうどうしようもない。ちょっと花火を試してみます。花火も、レベルを上げて160台にしました。ダメージ上がったよ。47000。もともと115とかの時が、確か4000とか5000、5000ぐらいだったかな。が、これになったから。これならいいでしょう。うん。47000の矢が、5本。まあ、マルチだったらもっと出るか。それで、なんとか片付けてみよう。で、プラスで、遠距離系がマルチショット打ってきて辛いので、これでね、ガードしながら、やってみます。ゴー！なんとか行く。よし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 、いい感じでバリアを跳ねる。いいぞいいぞいいぞ。おいしゃー！よし！あ、倒せる倒せる倒せる。あ、待て！待てって！すごい！なんだこれは！いやいやいや、倒せないんかい。ちょっとこれで行ってみよう。うん。雲の防具で、HP を吸収しつつ、締め具の輝きでも吸収する。で、これで防御力を上げて、で、ノーマルの敵を、こっちの仲間にしていくっていう、形をとっていきましょうか。で、下からの攻撃対応するために、ここら辺で戦うと。よし、行ってみよう。オッケー。行ってみるよ。力も上がってるから、最初のうちはそこそこ戦っていけるな。よし。おい！ちょっと待って、お前か。こいつか。おっしゃー！おーい！あい！きつい！いや、でも愛のメダルはね、いい感じ。いい感じ、いい感じ。よし、ちょっと待って、なんかいい場所ないのか。いい場所、場所取り、これ相当重要だよ。これ場所取りはほんと重要。よし、オッケー。あー、きつい。あー、もうこれきつい。よし、よし、オッケー。いったい。あー、場所取り重要なんだけど。よし、オッケー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 。あれだ、あの重力パルスですっげー寄せられる。よし、いいぞいいぞ、いいよ。愛のメダル、いいよ。よし、オッケー。その調子その調子。あっ、やっぱやばい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 。よしよしよし、ここ大丈夫か。ここ弓当たらんね。よし、回復したい回復したい。よし、あー、なんとか回復待つか。いやー、待て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 、お前たち来るんかい。ロイヤルガードはきついって。ちょっと待って。よし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 、 OK。
ちょ、ロイヤルガードなんとかしよう。なんかうまいこと はまってくれてんだけど。おっしゃ、オッケー。いやー、無理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 。いや、厳しいわ。3時間近くやってるけども、全く攻略の糸口が見えない。うん。あそこそこそこ戦えるようにはなったけど、あの、ロイヤルガードが出た瞬間に詰むんですよ。あれが。うん。エンチャントじゃなければ、愛のメダルが効くんだけども、エンチャントのあいつが出ると、HP も半端ないし、攻撃2発食らったら死ぬしで、詰むね。ちょっとなんか攻略の糸口が全く見つかりません。まあ引き続きね、ちょっとやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。